総合館百獣タワーは東京都中央区京橋三丁目一番に立つテナントビルである。第一生命保険が所有しており、1921年春工の第一総合館、1971年春工の第一生命総合館に次ぐ三代目として2012年に春工した。建物名の百獣は第一生命保険百十周年を記念したものであり、 階数や高さなど建物の規模を示すものではない。本校では第一総合館、第一生命総合館についても合わせて述べる。三代目となる建物は2010年7月に着工。仙台の建物同様、志向は清水建設が担当した。新旧ハイブリッドをコンセプトとし、辰野金吾の設計による初代の第一総合館をイメージする戦闘と、 関東大震災でも損壊することのなかった耐震性能を踏襲する。建物名称は2011年に相互間110タワーに決定した。110には第一生命保険110周年、そして次の110年への思いが込められている。テナントには、伊東基東京イノベーションセンター、マイナビ、京橋オフィス、東洋院スシ c ホールディングス、結婚式場のアンジェリオンをプラザ、 東京などが入居している。中央通りと丹野郷通りの交わる京橋、交差点に面し、丹野郷通りの向かいには、第一生命が出資する、第一ビルディングが所有する京橋創生館、は向かいには、京橋第一生命ビルが建つ。震災後の京橋と第一相互館、第一生命保険は、1902年に、日本初の総合会社として設立された。 中央通りと単野橋通りの交差点の南側の土地に第一相互間の建設が具体化したのは1911年のことで当時は南天馬町3丁目の地名で商家や民家の立ち並ぶ一角であった。第一生命創業者の矢野恒太は日本銀行本店や東京駅を設計した辰野金吾に相談を持ちかけ1914年に設計図が仕上がった。 地上7階建てで5.6階に第一生命の事務所が入り、2から4階は貸し事務所、1階は貸し店舗とされた。自社は上層階に入り、手狭になったら順次下の木座端に事務所を広げる狙いがあった。そのため、1階から4階まで百貨店とする案は実現しなかった。1915年5月25日に起工式を実施。 鉄骨工事は高田商会が受け負い、その他の工事は清水組が担当した。1918年1月の完成を目指していたが、第一次世界大戦による建築材料不足のため工期は大幅に遅れた。当時は日本国内で鉄骨を賄うことができなかったため、イギリスのドルマンロング社に発注したが、鉄骨を積んだ八坂丸が、 ドイツの潜水艦の攻撃を受け地中海に沈むトラブルもあった。1917年に鉄骨が組み上がり、工事は清水組の手に移ったが、資材の高騰と人手不足は続いており、受け負い方式を生産し、清水組の協力のもと直営工事に切り替えた。1919年には本館の完成を見ることなく、辰野の金庫がスペイン風邪で急成。 当時、辰野が手掛けていた建築物は、本館の他大阪市中央公会堂があった。総工費200万円、着工から6年近くの歳月を経て1921年3月31日に、新築披露式典が行われた。外観は、辰野の衣装により、地上3階窓台まで、日立山見陰石積み、6階剣蛇原まで、化粧レンが割り、7階以上は、 人造石塗り仕上げとされた。高さは7階の小壁まで103尺、東野町部まで150尺で、この付近で最も高い建物であった。1919年に制定された市街地建築物法では100尺の高さ制限が設けられたため、これをわずかに上回る本館は、高さ制限が撤廃されるまでの約40年間、京橋周辺で一番の高さを誇った。 館内には1階から7階までスウェーデンから輸入したステンドグラスを使用した吹き抜けが設けられ、玄関の回転ドアや各室のコンクリート製棒角、メールシュートや真空掃除機など当時としては斬新な設備が導入された。日本橋から第一生命の本社が移転したのは同年4月11日である。1階には東京菓子製造のコーヒースナック、山市証券、 洋書店の日読紹介、理髪店、カメラ店、テーラー、用地買収前からこの地で営業していた鰹節の板倉屋などが入居した。店舗の募集には夜間も営業することが条件とされ、このため従業員の居住用に中2階が設けられている。7階には西欧風のレストラン、東洋圏、中2階には料亭、築用亭が店を構え、 寺ラダ・トラヒコラ多くの常連を集めた。1923年9月1日に発生した関東大震災では倒壊を免れた。1階ホールには付近の住民が避難し、扉を閉めることができなかった。その夜、日本橋、永代橋、銀座の3方向から上がった日の手は避難民が持ち込んだ荷物に引火し、エレベーターシャフトを通って7階の東洋圏。 ついで六階事務室を焼いた。皇太子が被害状況の視察のため本館の東屋に立ったことから、東屋のドームはお立ち台と呼ばれるようになった。帝都復興院は本館を残存建物に指定。三年がかりで修復が行われた。昭和に入ると、業用の拡大により、事務所が手狭になり、新本社建設の必要が生じた。 日比谷の警視庁後の払い下げを受け、1932年に新本社の建設に着手、1938年に第一生命館を完成させた。第一総合館の空室になったフロアには、第二本ビールが入居した。東京大空襲において、第一総合館は、警備な被害で済んだものの、第一生命館は、GHQ の接収を受けた。 72時間以内の撤収を命じられる中、第一相互間のテナントのアサヒビールは、自分たちは引き払うから、ここを使ってくれと申し入れ、1952年夏の撤収解除まで第一生命は、再び第一相互間に本社を置くこととなった。1961年に内藤太中が実施した強度診断では、 この先50年は大丈夫との結果であったが、設備の古さと建築基準法改正で、より効率的な構想建築が可能になったことから、建て替えを決断。明治村への移転や保存を求める声もあったが、1969年5月13日に第一生命により解体式が行われた。二代目となる第一生命総合館は、 横連窓の外観と四角形の洞屋を持つ地上14階、地下3階の建物で1971年に春光。1階に小田急の旅行案内所と眼科委員。1階から2階にかけて三井銀行と18銀行。3階に北進科学工業。4階から9階にかけて第1、生命東京中央支社。10階から14階にかけては、 アサヒビールが入居した。賃貸オフィスビルとして機能した後、2009年に解体された。第1相互間に関するカテゴリー、第一生命相互間に関するカテゴリー。ありがとうございます。